Let's do it. Hey, yo. はい、どうも皆さん、こんにちは。新田です。新田のダンススクールやってまいりました。いや、さあ、今回はですね、こちら結構リクエストいただいているんですけども、普段僕がどんな音楽を聴いているのか、というところですね、今日は僕のおすすめの、YouTube で皆さんがもう手軽に聴けるチャンネルを3つご紹介したいと思います。いや、実際に僕が普段聴いている YouTube のチャンネルです。で、YouTube のチャンネル？どういうことっていう風に思われると思うんですけども、YouTube の中では、この楽曲とかではなくて、その特定のアーティストとかではなくて、もういろんないい曲を厳選して集めて、プレイリストにしてくれてるチャンネルがあるんですね。で、そのチャンネルっていうのもシーンによって様々ね、例えばちょっとカフェにいるような、作業用の BGM を主に出してますよっていうチャンネルもあれば、結構イケイケのクラブミュージックだったりとか、EDM ですね。あとは筋トレに特化してる、もう筋トレのする方におすすめのプレイリストありますよみたいな風に、いろんなね、そのプレイリストジャンルごとに分けてチャンネルをね、いろんな方たちが出してらっしゃるんですね。という中でですね、僕の中で普段聞いているこの3つ、まずですね、1つ目はですね、朝起きて、ちょっとこう気分を盛り上げていきたい時ですかね。あの、イケイケの EDM でガンガンに朝からうわーっていう風になりたいわけではなくて、ちょっとこう体をほぐしながらとか気持ちがほぐれながら朝を迎えて、これからよし今日も一日頑張るぞっていう風にさせてくれる曲ですね。なので、例えばちょっと朝起きて歯磨いたりとか、ご飯食べたりとか、なんかちょっとメール確認したりとか、ベッドメイキングしたりとか、いろいろあると思うんですけど、掃除したりとかね、そういう時にかけるのにぴったりな、チャンネルがお一つと、もう一つはですね、ちょっとこう気分を高めていきたいとき、例えばランニングしてるときとか、トレーニングしてるとき、ジム行ってるときとか、あとは友達と一緒になんかワイワイしてみんなでパーティーして過ごすときとか、今ちょっとできないですけどね、なんかそういうシーン、ちょっと体をちょっとこう気分を盛り上げたいなっていうときに聞いていただきたいチャンネルが一つで、あともう一つは夜ですね。もうこの寝る前、歯磨いたりですとか、あとはちょっと本読んだりとか、友達と LINE したりとか、まあいろいろあると思うんですけど、そういった時に、まあドライヤーで髪乾かしたりとかね、そういう時にちょっとなんとなく流しておきたい音楽で聴いてると気持ちがすごくリラックスしてきて、ああもう今日も一日終わったなみたいな、あ疲れた寝ようっていう風な気持ちにさせてくれるというね、チャンネルがあるので、今回はその3つをご紹介させていただきたいと思います。まず1つ目がですね、朝起きてというところで聴いていただきたいのはこちらですね、イエローミックステープ、ご存知でしょうかね。ハングルで出てるので、おそらく韓国の方がこのチャンネル作ってるのかなというところなんですけれども、このチャンネル非常に良質な音楽がたくさん揃ってます。僕一応ダンスやってる人間なので、音に対してあなんか気持ちいいなっていう風に感じる感度みたいなのをある程度持ってるんですけど、それがね結構こうツボと言いますか、あのね、刺さるんですよ。あ、気持ちいい、聞いてて気持ちいいなっていう風に思わせてくれる曲が多くて、で、これ見ていただくとわかるんですけれども、ちょっとね、いろんなシーンごとに分けてくれてます。モーニングとか、まあ、あとダンス、レインボー、いろんな、ロンリーか、これ一人で聞いてみたいな時とか、スプリング、春っぽいよねとか、サマーとか、グルーブとか、いろいろあるんですけれども、超おすすめです。はい。で、アーティストごとにもね、まとめてくださったりとかもしてるんですけれども、とにかくね、曲がおしゃれ。で、気持ちがいいので、とっても、あのね、合ってるんですよ。この黄色、水色を結構基調としていて、爽やかな音楽なので、朝にぴったりです。朝なんか作業をしたりとかするときに、とてもおすすめなので、こちら、ぜひ聴いてみてください。チャンネル登録者数はですね、27万人っていう風になってますね。結構多いんですよ。からのですね、ちょっとイケイケしたいときですね、エッセンシャルという曲です。イケイケの度合いにもよるんですけども、おそらく、もうガンガンに頭振って、こういう風に、ダーっていう風になりたい方は、そういう曲を聴けばいいんですけど、なんとなくですね、例えばですけど、ビルボードだったりとか、アメリカの音楽チャートで、そこそこやっぱりこう、有名な曲ってあるじゃないですか。もうその年のプレイ、リストでバーって出た時にトップソングみたいな出てくるじゃないですか。あそこら辺のラインナップを結構出してくれます。曲の知名度で言うと結構高めな曲があるので、皆さんもおそらく聞いたことがあるような楽曲がここにはたくさん出てきます。なので、聞いたことある曲ってやっぱちょっと気分上がるじゃないですか。あ、この曲知ってるみたいな。その感覚を味わえるのがこのチャンネル。先ほど見ていただいた、イエローミックステープについては、ちょっとマイナーどころのところも抑えたりとかしていて、まあ有名なアーティストさんも抑えてるんですけど、いろんなそのね、ツボを抑えてらっしゃるので、おすすめです。バランスがね、非常にいいですね。で、こっちはどちらかというと、エッセンシャル、有名どころをたくさん、ご紹介しているよっていう感じですね。こちらはですね、プレイリストが
回1個のね、このプレイリストあたり、1時間12分ですね。だいたい1時間弱、1時間強ぐらいの、再生時間っていう風になってます。イエローミックステープの場合は30分ぐらいですかね。はい。という感じなので、まあ、シーンに合わせて、その分数も選んでいただけたらなという風に思います。でですね、3つ目、夜に聴いていただきたいのはこちらですね。チルカウということでですね、こちら結構有名ですね。この前もちょっとツイッターでニュースになってましたけど、1年間ライブ配信をし続けたっていう超有名なチャンネルなんですよ。ライブ配信し続けたってどういうことかっていうと、チャンネルがですね、1時間、1年間ずーっと再生させたままだったんですよ。なので、1年間、管理してずっと、再生ボタンを押し続けてるっていうところなんですね。YouTube やってる方はわかると思うんですけど、ライブ配信みたいなチャンネルあるじゃないですか。あのボタンをポンと押したまんま1年間過ぎたっていう超伝説的なチャンネルなんですけど、これはですね、登録者多いです。507万人と。で、牛さんが寝てるんですね。チルってのはちょっとこう気持ちよくゆったりリラックスするみたいな、意味なんですけども、まあ、そういう曲が多いです。すごく有名どころの曲でわーっていう風になるわけでもないし、朝に聞いて、うおー、高まってきたっていう感じでもなくて、どちらかというと穏やかに。ちょっと過ごしたいなっていう時、あと雨の日とかもおすすめですね。雨降っててしとしととしてて、2時とか3時ぐらいでなんとなくゆったり本読んでる時にもおすすめで、夜寝る時にもおすすめです。ヒップホップラジオっていう風に出ていて、ビートトゥリラックススタディっていう風に出てるんですね。で、ここで勉強の時に使えるよっていうやつと、あとはここで、ビートトゥースリープ、オアチルトゥーっていう風になってるんで、ここはちょっとリラックスしたいよっていう時に聞いてもらえればなっていう風になんかちゃんと分けてくれてるんですな。で、今ちなみにですけども、チルカウ、こちらのチャンネル、チルカウさんの、ビートリラックスに関しては 3.2 万人が今、まさに聞いてます。で、こっちのビートトゥースリープ、チルトゥーに関しては6003人が今まさに視聴中っていうことで、このね、リアルタイムで今自分と同じようにこの音楽聴いてる人が何人いるのかっていうのは見えるところも結構ポイントですね。そこでなんか、あ、今この人も多分本読んでるのかなみたいな。自分も含めて 3.2 万人の人が今勉強してるんだなとかっていうような、なんかね、ちょっと横のつながりっていうんですか。ネットワーク上を介しての世界の人とのなんかつながりみたいなものも見えるので。家の中で一人でいる時とかにも結構おすすめです。僕はこの、チルカウっていうんですかね。結構、昔から聞いてるんですけど、勉強の時にも超おすすめなので聞いてみてください。イエローミックステープとエッセンシャルについては、割と作業用な BGM になってしまうんですけど、僕はすぐに体が動いてしまうというか、わあ、もうこの曲いいなってなったらこう動いてしまうので、あんまり何かこう、コンを詰めてね、作業をするっていう時には、こういうのを聞かないようにします。逆にちょっと作業終わってからリラックスしたいな、リフレッシュしたいなっていう時に音楽を使うっていう風にやってます。でね、やっぱ朝起きた時に何も音楽ないとね、やっぱり脳働かないんですけど、とりあえず起きた時にね、音楽かけてみてください。そうするとね、ズバッと起きれます。うん、本当にびっくりするぐらい。あってなって、はーってなってるんですよ。耳から情報入ってきて、うわーって言って目がなんか勝手に覚めて体が動いてしまうっていうような、環境を作れるのでおすすめです。あとはちょっとやる気出ないなっていう時ですね。あー、これから筋トレしなきゃとかトレーニングしなきゃとか、何かしなきゃっていう時にエッセンシャル、こちらもおすすめです。よし、やってやろうじゃないのっていう風に気分をね、高めてくれますからね。こちらもぜひ聞いてみてください。という感じで、こちらの3つのチャンネルになります。これね、全部無料で聞けますからね。皆さん、ぜひ家の中の時間をね、活用して、こういう音楽の力を借りて自分の生活をよりね、豊かにしていただければなというふうに思います。はい、リクエストや質問がありましたら下の方からお願いします。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それじゃあまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。よいしょ。